いつも動画を見ていただきまして本当にありがとうございます。勉強をしていく中でご相談などございましたらお気軽にメールいただければと思います。もちろん無料です。この動画の下の説明欄にお問い合わせページの URL または私のメールアドレス記載しておきますので、何かご相談ございましたらいつでもお気軽にメールいただければと思います。はい、こんにちは、レトスノブです。今回なんですけども、抵当権の基本、あと物情保証人についても少し触れていきたいと思います。今回お話しする内容は、抵当権を勉強する上で、いろんな用語が出てくるんですね。法律用語が出てくるんです。もうその点についてちょっと解説していこうと思います。具体的には非担保債権だったり、抵当権設定者、抵当権者、こういった人が誰なのかですね。そういったところを中心に解説していこうと思います。でこれを解説する上でもう具体例出した方が早いので、ちょっと具体例出します。 A さんが B さんにお金を貸しました。で A さんとしては B さんからお金が返ってきたら、全然問題はないんですけども、返ってくるかどうかってわからないじゃないですか。でもしお金返ってこなかったら困るわけですよね。だから万一お金が返ってこなかった時のために、A さんは B さんが所有する土地に抵当権を設定してもらいます。この場合、抵当権の設定を受けた人が抵当権者なんですね。で、一方で、抵当権を設定した人、これが抵当権設定者です。で、今回の事例で言うと、A さんはお金を貸した側だから債権者ですよね。で、債権者は A さんで、借りた側、債務者は B さんですよね。で、債権者、債務者っていう言い方もするんですけども、抵当権者、抵当権設定者という言い方もしますんで。つまり A さんは債権者であり、かつ抵当権者でもあるよ。B さんは債務者であり、かつ抵当権設定者でもあるんだよと、いうことです。で、今回、抵当権が設定されたこの不動産、これを抵当不動産という言い方をします。で、今回、抵当権で保証されている債権、つまり A さんが B さんにお金を貸した今回でいう貸金債権、これを非担保債権という言い方をします。担保されている債権ですね。担保って言い換えると保証です。保証されている債権がこれです。これを保証するために抵当権を設定してもらったって話ですよね。だから、抵当権の大元となっている、元となっている債権を非担保債権という言い方をしますんで、ここまでちょっと言葉ですね。ここはちゃんと押さえておきましょう。これが基本的な内容になってきます。で、続いて、ちょっと物情保証人の話をするんですけども、物情保証人っていうのは、抵当不動産だけ提供している人のことを言います。こちらの具体例も A さんが B さんにお金を貸しました。つまり A さんは債権者、B さん債務者ですよね。で、今回は B さんが所有する不動産に抵当権を設定するのではなくて、別の第三者、C さんが所有する土地に抵当権を設定してもらうと。この場合、この抵当不動産を提供した人、C さんが物情保証人なんですね。例えば、B さんの親だったりとか、B さんの親が持っている不動産に抵当権を設定してもらうと、いった場合、この場合が C さん、物情保証人という言い方をします。もちろん、抵当権設定者でもありますよ。呼び方が違うだけで、今回は C さんは、抵当権設定者であり、かつ、物情保証人でもあるんだということです。担保提供だけしている人ってことですね。抵当不動産だけ提供している人を物情保証人と言います。債務者ではありませんので注意してください。あくまでも債務を負っているのは B さんなんですね。で、C さんっていうのは債務を負ってないけれども、不動産だけ提供しているんだ。不動産に抵当権を設定してあげているだけなんだと、いうことです。で、続いて、この抵当権には大きく2つの特徴があるんですね。ここで一つお知らせがあります。弊社レトスの個別指導は、忙しくて時間が作れない方、暗記が苦手な方、そもそも勉強が苦手な方、そういった方でも無理なく、無駄なく、効率的な勉強法を実践することができ、たった6ヶ月で宅建合格を目指せるサービスとなっております。計画表の作成サービス、ワントゥーワンの計画の進捗管理サポートサービス、
24時間365日質問し放題サービス、効率的な勉強法である理解学習を実践できる教材、これらを使ってあなたは周りの人よりもいち早く合格に近づくことができます。もし次の試験で絶対宅建合格したいそう思っているのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。また左上のボタンでも個別指導の概要動画を見ることができます。あなたの受講をお待ちしております。では動画の続きをどうぞ。で、続いてこの抵当権には大きく2つの特徴があるんですね。まず1つ目は、抵当不動産は抵当権設定者が占有しますよっていうことです。つまり上の事例でも下の事例でも、この不動産を使う人は、まあ所有者ですね。今回で言うと B さんがこの抵当不動産を使います。こちらの場合で言うと C さんがこの抵当不動産を使います。抵当権者がこの不動産を使うっていうわけじゃないんですね。つまり占有者が A さん、抵当権者に移るわけではないので、この点注意しておきましょう。これもっとわかりやすい具体例で言うと住宅ローンなんですよ。例えばあなたが銀行からお金を借りてマイホームを建てたと仮定します。そうするとこの建物に銀行は抵当権設定してくるんですね、まあ、つまり抵当権者が銀行になって、抵当権設定者はあなたになるわけなんですね。で、この場合マイホームを使うのは誰ですか、マイホームを占有するのは誰ですかっていうと、あなたですよね。銀行、抵当権者がマイホームを使うわけじゃないじゃないですか。それと同じことを今言っています。まあ、住宅ローン考えた方が分かりやすいですね。抵当不動産を使うのは抵当権設定者だと、まあ、いうことです。今の事例で言ったらあなたが抵当権設定者ですよね。抵当権者は銀行っていうふうになります。で、2つ目の特徴、優先弁済権がありますよっていうところです。これはどういうことかというと、非担保債権の弁済が不可能となった場合、抵当不動産を売却することができるっていうのが抵当権なんですよ。 B さんお金借りてますよね。お金借りたはいいけども返さなかった、この場合 A さんは抵当権を実行して、まあ、抵当権を実行するってどういうことかというと、この不動産を売却する、強制的に売却する、もっと言うと競売にかけるっていう言い方をするんですね。競売にかける、競売っていうのはオークションに出すっていったイメージです。強制的に A さんの権利でこの不動産をオークションに出して、オークション出すってことは誰かが買うわけじゃないですか。で、落札した人はお金払いますよね。お金を払って、そのお金から A さんは回収すると、貸したお金を回収するということ、これが優先弁済権があるということなんですね。優先的に落札された代金からお金を回収することができるんだというのが優先弁済権というものです。で、続いて設定方法、抵当権の設定方法について解説いたします。抵当権の設定方法っていうのは、まず抵当権の設定契約、これを抵当権者と抵当権設定者の間で行うんですね。上の図で言うと AB 間で抵当権の設定契約を結ぶ、下で言うと AC 間で抵当権の設定契約を結ぶと、まあ、いうことです。これで抵当権は成立するんですね。ただこれだけでは第三者に対抗できないんですよ。抵当権設定したよって言ったとしても、登記をしていないと第三者に対抗できないんですね。つまり登記をすることで第三者に対して対抗することができるんだということです。第三者って、例えば高順位抵当権者、まあ、2番抵当権者って言った方が分かりやすいかもしれないですね。例えば上の具体例で言うと、 B さんが別の人から、別の第三者からもお金を借りていて、第三者もこの抵当不動産に抵当権を設定していたと、まあ、言った場合です。その場合 A さんが先に登記をしていれば第三者に対抗することができるんですね。つまり A さんが先に登記をすることによって、その後から登記する第三者よりも先に弁済を受けることができるんだということです。なのでまず契約をすることによって抵当権は成立しますよ。ただし契約だけでは第三者に対抗することができないので、まあ、登記をすることによって第三者に対しての対抗要件を備えるよと、まあ、いうことです。
まあ、今回基本的な内容なんで、まあ、ある程度勉強している方だと内容簡単すぎるなって思うかもしれないんですけども、まあ、基本的な部分なんで、ぜひ頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。